皆さんどうもこんにちは、今回なんですけど、新三国無双オリジンの担当プロデューサーである翔さんがですね、 X で自身の三国無双シリーズの軌跡をちょこちょこ投稿してくださっています。僕結構それ見るの楽しみで結構確認してるんですけど、その中でもですね、最新作オリジンに向けて一つ興味深い投稿があったので、それを一緒に確認していくのと、あと何個かですね、その翔さんの軌跡の中で気になった投稿があったので見ていければと思います。それでは行ってみよう。はい、まずですね、最初に僕が気になったオリジンに関する投稿をご覧ください。こちらです。新三国無双2の開発時に際する翔さんの投稿になるんですが、コローカの戦い連合軍の呂布、本作が初無双だった方には脅威というか恐怖の存在だったのではないかと思います。前作以上に呂布の強さを体験してもらおうと調整しました。まあ最近の呂布はお優しいようなので、陣中の呂布の圧倒的な恐怖をみんなに思い出させとね、投稿はここで終わっています。これはですね、最新作の布石じゃないでしょうか。絶対そうですよね。オリジンの動画も結構何本か出しているんですが、その中でもいくつかあったコメントで、呂布の恐怖度がシリーズが初期ナンバリングくらいまで戻ってほしいというものがありました。まあ、僕の思い出の中での恐怖の呂布というのは新三国無双5の呂布になります。まあ、初めてのコローカンで全身真っ黒の装備にパックリ割れた可愛いケツアゴ、全身からドス赤黒いバチバチオーラが出ている呂布が凶悪すぎて衝撃でしたね。まあ、5は馬さえ育てれば突進だけで倒せてしまえばするものの、この状態の呂布に初期ステリドムにはかなり無理があると思います。まあ、普通に 2,3 発で即死してしまうのでどうしようもないんですよね。まあ、ここら辺のナンバリングの呂布がとにかく強さに重きが行きすぎて、まあ、凶悪ではあるものの全く太刀打ちできないレベルに設定されていたんですが、2とか4くらいの呂布はめちゃくちゃ凶悪ではあるんですが、呂布自体がですね、なんとかなるぐらいの強さに、まあ、ゲームバランス的にはギリギリのラインになっていたんです。4とかは遠距離とチャージシュートを利用したハメ攻撃で一応倒せますし、2になると無双乱舞を打っては逃走の繰り返しで、まあ、なんとか倒せはします。このように呂布の凶悪度もナンバリングによって様々で、逃げるしか手段がない作品もあればですね、まあ、粘ればなんとか倒せる作品もあります。そんな呂布の脅威度をさらに取り戻して、最新作でもう一度陣中の呂布の恐ろしさを思い出させますといったニュアンスの投稿をされているあたり、まあ、オリジンでは呂布がかなり強化されて出てくるんじゃないかと思いますね。これ可能性かなり高くて、翔さんがこういう投稿をされてるんで、実際はどうか分かりませんけど、まあ、2とか4、まあ、どれぐらいかな、3とかもあるかな、あれぐらいのナンバリングの、まあ、頑張れば倒せるけど脅威はさほど変わらないって言ったですね、まあ、恐怖の呂布が出てくるんじゃないかというところになってます。はい、まあ、個人的にはですね、全く歯が立たず逃げるしかないというよりは、まあ、戦術さえ考えて挑めばギリギリ倒せるか倒せないか、ただ一発でも被弾すると瀕死になってしまうくらいのアドレナリンドバドバ難易度ぐらいに調整してほしいと思いますね。やはりそうなってくると通常攻撃が効かない例のスーパーアーマー仕様は外せないと思います。ただそうなるとスーパーアーマーでも何かしら安定してダメージを与えられる攻撃手段が必要になってきますし、それが確立してしまうとそのループで意外と簡単に倒せてしまったりもしたりと、この呂布の調整というのが口で言うのは簡単なんですが、思ったより難しいバランス調整になるんじゃないかなと思います。ただまあなんやかんやサクッと差をつけてしまうシリーズからは手を引くみたいな発言をされているので、まあ、次回作の呂布の強さに関してはかなり期待できそうな雰囲気だと思います。はい、で続いての投稿こちらですね、新三国無双2開発に関しての投稿。医療の戦い職軍、詳しい事情は割愛しますが、簡単に潰されるわけにはいかない。北西の侵入拠点を死守するために生まれたのが無双史上最強の拠点兵長でした。あえて名前も見た目も変えなかったのですが、記憶に残っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。まあ、これびっくりしましたね。新三国無双2の医療といえば歴代シリーズの中でも群を抜いて難しいステージをされていて、敵兵の多さ、攻撃の苛烈さ、味方のやる気のなさ、三拍子揃った文字通り超鬼畜ステージとなります。その中でも職軍シナリオの時に現れる北西拠点の拠点軍団が考えられないほど強いのはもう皆さん承知の事実だと思います。総大将軍の拠点となっていて士気もバカ高く、その他の拠点兵とはもうレベルが違いすぎるためなかなか倒せず苦戦した方も多いのではないでしょうか。あいつらの強さだけ明らかに異常で、最初は調整ミスかと思ってたんですが、翔さんの投稿から察するにミスではなく、わざとあえてあの強さにしたみたいなんですね。また詳しい事情は割愛しますが、簡単に潰されるわけにはいかない北西拠点みたいな感じで投稿されているんですが、この詳しい事情っていうのは一体何なんでしょうか。ゲーム内ではこの北西拠点がステージ攻略の鍵になるようなイメージはありませんし、となると私立で医療の地図になぞらえて作成していて、その上でこの部分が何か重要な拠点であるという意図とかがあったんでしょうかね。ここら辺多分歴史に詳しい方の方が
考察しやすいかなと思うので、この投稿の真意が測れそうな猛者がいればですね、ぜひコメントで教えてもらえると助かります。実際にこういった開発担当者の何気ない一言が衝撃の事実だったというパターンがあるので、めちゃくちゃ楽しいですね。はい、続いてはこちらの投稿です。合肥新城包囲戦魏軍、途中で援軍宋へと満潮が来ますが、早々に援軍自ら援軍が到着するまで耐えよと言い出す始末。援軍の士気が初の想定より低かったためで調整するか検討しましたが、最終戦の苛烈さとしてそのままにすることになりました。はい、これも新三国無双2のお話になります。合肥新城包囲戦の魏軍シナリオで有名な援軍が援軍を呼びたがるという謎システムですね。このシステム、このステージはですね、難易度も最高レベルで敵が多く弓兵と兵も非常に多いので、かなり難しいステージに設定されているんですが、その中に開始10分ほどすると宋衛と満潮が援軍として出現する仕様になっています。ただこの援軍2人が出現後速攻で苦戦しだすんですよね。援軍来たのに援軍呼んでんじゃねえよと思わず突っ込んでしまう面白ポイントでもあるんですが、この仕様が調整ミスであったことが判明し、さらに最終戦の苛烈さを出すためにそのままにされたということも分かりました。もしこの援軍の士気がそのまま高く設定されていてガンガン競り上がってくれていたら、また違った面白さがあったかもしれませんね。芝居に関しては5匹取得条件に援軍の2人が敗走するまでに指定武将を撃破するように設定されているため、こういうの分かった上での調整だとは思っていたんですが、まさか1回調整し直すつもりだったとは思いませんでした。こういった裏話がちょこちょこ分かるので結構面白い投稿ですよね。はい、ということで今回はここまでにします。翔さんがですね、ちょこちょここういった投稿をしていってくれてるんですが、今ですね、新三国無双の、初代三国無双から、その次の作品の新三国無双で、今新三国無双2を、自分がこう開発していくにあたってどういうことが大変だったとか、こういうことが面白かったとか、こんな調整があってこんなことをしてっていうのをですね、ちょこちょこ体験談というか自分のこう生い立ちを語ってくれてるんですよ、 X で。でこの中にですね、今言ったような投稿があって、このバグってこんなんだったんやとか、両夫ってそういう調整されてるんやとか、そういうね、いろいろ面白い実際に開発した方の意見が聞けるんで、皆さんもね、ぜひ見てみてはどうでしょうか。めちゃくちゃ面白いね、本当面白いですよ。でこっから多分新三国無双3、4ぐらいまで多分行ってくれるんだと思うんで、またそこでもですね、何個か気になった、ものがあればまたですね、投稿しようと思います。とりあえず今回僕がすごい気になったのは、最初に投稿した新三国無双オリジンに向けて、両夫の難易度を、その2を開発した時ぐらいの難易度に調整したいと思いますと、もう一回あの恐怖を皆さんに思い出させっていうところで投稿が止まってるんで、実際にこれが実装されるかどうかっていうのは分からないんですけど、今のところ翔さんはですね、両夫の難易度をかなり高めに設定したいと思っているというような発言投稿をされているので、多分次の最新作の両夫はかなり鬼畜な両夫になってるんじゃないかなと思います。めちゃくちゃ楽しみです。僕もですね、新三国無双オリジン、買おうかなと思ってますので、皆さんもぜひ買ってみてね、両夫の難易度、両夫の鬼畜具合っていうのを一緒に、体験してもらえたらと思います。はい、ということでですね、今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。またですね、他にも気になったことがあればですね、動画出していきたいと思いますので、またよければ見てもらえたらと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。